U21 代表から、まあ、戻ってきて数日経ちましたけれども、向こうでの経験どうでした？いかがでした？中東や、オーストラリアとやるということで、いつも日本では絶対に経験できないような経験させてもらえたんで、まあ、自分のサッカー人生においてとても大きな経験になったと思います。向こうで結構、スタメンで、まあ、試合に出て、結構重要なポジションを任されてたと思うんですけれども、そこでこうどういった経験を得られたと思いますか、具体的に。やっぱりワンボランチだったということで、まあ、守備においても攻撃においても運動量が求められるポジションで、まあ、その中でやっぱり運動量まだまだ足りないなっていうのを感じたし、まあ、攻撃においても全然関わることができなかったんで、まあ、まだまだ実力が足りてないなっていうのを感じることができました。今シーズンチームに戻ってきて、まあ、これから本格的に一緒にやっていくことになると思うんですけど、吉野選手が今シーズンテーマにして取り組もうと思っている部分というのはどういうことですか？本当に今シーズンはコーチにおいて自分が中心となってやりたいと思ってるんで、まあ、チームの J1 昇格の力になるとともに自分の力をつけるっていう意味でも今シーズンは本当に中心になってやっていきたいなと思ってます。で、もう間もなくキャンプスタートということになります。まず1次キャンプ1週間ありますけれども、そこで個人的にこう、まあ、こういう部分いこうかなというところになってますか？まだベルディ戻ってきて3日しか経ってないんで、まあ、新しく入ってきた選手の特徴だったりっていうのをつかめてないんで、まあ、まずはしっかり特徴をつかむのと自分のプレーを知ってもらうっていうのをテーマにしてやっていきたいです。